今回のテーマは振る。はい、どうもこんにちは、室谷修一です。前回はですね、振るスキルと打つスキルの、この打つスキルの方のお話をしていきました。で、この振るとですね、打つがこうバランスよくこうミックスされて、まあ、こういろんなショットをですね、こうコントロールしていくっていう話になるんですけども、まあ、今回はですね、この振るスキルの方についてお話をしていきます。ゴルフスイングにはタイミングってこう3つあるんですね。で、1つはこうテイクバックからこうスイングをスタートするタイミング、で、もう1つはこう切り返しのタイミング、で、もう1つはこうインパクトのタイミング。この3つのタイミングがゴルフスイングにはあります。そして今回何を話するかっていうと、この3つのタイミングをですね、こうどうつないでいくのかっていう話なんですけども、まあ、皆さんもですね、こうご存知かどうかわからない、チャーシュー麺とか、まあ、1、2、3とか、あとそのせーのっていう人も中にはいると思うんですけども、まあ、そういうふうにですね、こう頭の中でどんなこうものをイメージして動いていくといいのかなっていうのを今回は一つね、紹介します。皆さんがですね、イメージしやすいのはこう1、2ってこう2拍の動きだと思うんですね。1回やってみますけども、こうターン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 、つまり1、2、1、2っていう風に返ってくる動きとか、その拍子のイメージがしやすいと思うんですけれども、これって実際ゴルフスイングでいうと体の動きとクラブヘッドの動き、これまあ実はズレがあるんですよね。どこでズレが生じるかっていう、特にまあ切り返してこう生じてくるんですけども、それを合わせてお話をしていくと、体の行って帰って、まあ、行って帰ってとクラブの行って帰って、まあ、これがですね、こう4個あるわけじゃないんだけども、こうつながっていく、ちょっと大げさにいきますが、ターン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 っていう風な感じにこうなっていくんですね。ターン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 。では1回ですね、このタターンタターンっていうのを、まあ、クラブを持って、まあ、大げさにちょっと実演を、してみたいと思います。まあ、普段通りこう構えてもらって、構えてここからですね、タターンタターン、もう一回いきます。構えてタターン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 、構えてタターン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 。で、実はですね、このタターンタターンには黄金比みたいなのがあるんですね。で、これはもう昔 の, その有名なプロゴルファー、まあ、今のこう現代の有名なプロゴルファー、まあ、いわゆるそのかっこよくこうゴルフクラブを振る選手のスイングのタターンタターンっていうのがどのぐらいになってるかっていうと、例えばこうスイング、まあ、スイングをスタートしてインパクトを迎えるまでが1秒の選手がいるとすると、こっからこっちが 0.75、 こっからこっちが 0.25、まあ、いわゆるこう3対1の速さで動いてきてます。なので、先ほどから言ってこうタターンタターンっていうのは、最初のこうタターンよりも後のタターンの方がこう短いんですね。なんでタターン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 みたいな風に、ちょっとこっちが長くてちょっとこっちが短い、こうするとタターン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 みたいな風に、こっちが長くてここが短いっていう感じですね。まあ、こんな風な3対1みたいなのがこうスイングでイメージできてくると、こうゴルフスイングをまあスタートのタイミング、切り返しのタイミング、こうインパクトのタイミングまでこう1個のこう流れでつながってくる。ではですね、今のタターンタターンで実際にこうボールを軽く打っていきます。タターンタターン、構えてタターンタターンで、タターンタ。次はですね、先のやつよりももうちょっと早めのスピードでやっていきます。普段通り構えてタターンタターン、構えてタターンタターン、構えてタタンタ。
次にこう僕の今実際8番アイアンを持ってるんですけども、この8番アイアンで普段の僕のスイングの感じとこう打っていきますので、こう皆さんですね、こう僕のスイングのどの辺にこうタターンタターンがあるのかなっていうふうにちょっとですねこう意識を集中してもらって見てみてください。いかがだったでしょうか。ちょっとこう速いスイングになるのでなかなかこう見つけにくいと思いますけども、まあ、なんとかこう繰り返し見てもらうと、あ、ここにこうタターンタターンがあるんだなっていうふうにちょっとずつ分かってくると思うので、よくですね、見てみてください。はい、では最後ですね、ちょっとこう今回のこのお話の中でこう誤解がこう生じやすいところについてちょっとお話をしていきます。まあさらっとお話をしていきますけども、なんかイメージが湧きにくいなっていう人はこう飛ばしてもらっても全然構いません。でどこの話をするかっていうと、この4つあったこのタターンタターンの、まあ、切り返しのところですね、ちょっとこうクラブを持って動いてお話をしていきますが、先ほどのようにこう構えて、まあ、タターンタ、この瞬間ですね、この瞬間のイメージっていうのはこうまだ実際ですね、こう手元とかクラブヘッドっていうのはトップの位置にこう向かおうとしています。ただその自分の体ですよね、体はもうこうボールだったりこうターゲットの方にこう回っていこうとしてます、戻っていこうとしてます。でこの瞬間っていうのは体は戻っていこうとしてる、まあ、手元とかクラブはまだちょっと上にこう進んでいこうとしてる、この瞬間のが3拍目のこうタなんですね。3拍目でタっていかないようになるべくですね、こうできるだけでいいので、タタンタですね。この手元はまだ向こうに行こうとしている、体は、打つ方向に戻ろうとしている。まあ、ここをですね、まあ、ほんの少しだけでもいいので、こう練習の中に、まあ、イメージだけでもいいんで持ってもらえると、こうだいぶですね、大きな違いがつかめてくると思うので、これも参考にしてください。でですね、このこう今の今日のお話ってその海外のこう一流のこう選手が、まあ、このアングルでこう撮ってる動画ってあるんですよね。まあ、飛球線から、まあ、プレイヤーを撮ってる画像なんかでいくと、動画なんかでいくと、このタターンタのこう切り返しのこうところでこう左の脇腹とか背中あたりにこうシワが入ってるのが見えますかね。こうギューッとこうシワが入るんですね。でここからまあ最後のターンに向かって、まあ、インパクトを動いていくっていう感じになるんですけども、なんとなくでいいですから、ここにこうシワをこう作るようなイメージでこうやってみると何かきっかけがつかめるかもしれません。今回はですね、前回やったその打つスキルと合わせて、まあ、フルスキルのお話を、していきました。まあ、こっちをまだこう見てない人もですね、見てもらった人もぜひですね、また合わせて見てもらうとよりイメージが湧くと思うので、ぜひですね、両方見てみてください。で今回はですね、そのインパクトのこう前ぐらいまでのお話、まあ、いわゆるそのフォローとかフィニッシュの話はこうなしにしていったんですけども、まあ、今回のテーマはその振るっていうスキルの、まあ、タイミングですよね。こうテイクバックのタイミング、インパクトのタイミング、当たるタイミングのタイミングをどう結んでいくかっていうお話だったので、まあ、それをですね、ここの2拍で結ぶっていうお話をしていきました。なんで、まあ、当たる瞬間ぐらいまでのイメージとして、ぜひですね、こうクラブを持ってやってもらうといいと思うんで、ぜひやってみてください。